裏金事件後初の補選で自民全敗。今後は。こんばんは、サンデーステーションです。まずは速報です。事実上の惨敗となった自民党の対応について最新情報を含め後ほど詳しくお伝えします。コメンテーターは共同通信太田正勝さんです。今日もよろしくお願いいたします。はい、お願い申し上げます。はい、今日はかなり暑くなりましたけれども、ゴールデンウィーク気になる明日以降の天気です。明日あさっては雨に注意が必要なんですけれども、ゴールデンウィーク後半は全国的に行楽日和となります。ただ夏の暑さとなるような日もありますので、熱中症には警戒をお願いします。最新の予報は天気コーナーで詳しくお伝えします。次のニュースです。ゴールデンウィークになっても新生活が始められない、そんな人も出てきているようです。背景にあるのは2024年問題。一体何が起きているのか追跡しました。大手宅配ピザチェーンドミノピザは、兵庫県明石市で配達用のバイクが危険な運転をした可能性があり、調査をしていると明らかにしました。ここからは日曜恒例、スポーツの神様が微笑んだ瞬間をお届けするスポ神です。今日はサッカーパリオリンピック予選のプレーもたっぷり。それでは参りましょう。せーの、スポ神。続いてはお天気。ゴールデンウィークの天気すべてお見せします。さあ、ここからはお天気です。早速今日の彩りはこちらです。はい、翼を広げて軽やかに飛ぶツバメを撮影しました。ツバメ、渡辺さんが。そうなんです、これ私が撮ったんです。動きが速いから結構ね難しいですよね。はい、ちょっと待ってたら偶然飛んでくれてバッチリ撮れました。はい、この時期になるとツバメよく目にすると思いますが、うん、今日は30度を超すところが続出、春を通り越して夏の暑さとなりました。都心でもですね、今年一番暑い 28.2 度を記録しました。明日昭和の日は暑さは少し落ち着きますが、引き続き熱中症にはご注意ください。今日よりも気温が下がるところが多いですが、湿度が高くムシムシと感じそうです。長野は今日に続き真夏日一歩手前、西日本でもジメジメと不快な暑さとなりそうです。その原因は西から徐々に広がる雨雲です。関東や北日本はお出かけ日和ですが、次第に雲が増えていく予想となっています。それでは雨の時間帯を詳しく見てみましょう。最後にゴールデンウィーク最終日までの予報です。中日となる火曜水曜は広く雨、ゴールデンウィーク後半は再び行楽日和となりそうです。はい、気温は今日のような極端な暑さではありませんが、水分補給は忘れずにお願いします。6日は再び天気が崩れる予想です。自宅でのんびりするのもいいかもしれません。週刊誌で女性問題が報じられ、議員を辞職した宮沢博行氏が辞職後初めて地元の会合に出席し謝罪しました。もう、まあ、太田さん、自民党もそうなんですけれども、はい、小池都知事への影響どうでしょうね。そうですね、おそらく思わぬ完敗だと思うんですね。国政進出の可能性も、まあ、取り沙汰されているわけなんですけれども、今後のご自身の進路にも少なからぬ影響が出るんじゃないかと思いますね。はい、自民党は不戦敗も含めて、全敗という結果になりました。それでは